全米選手権で4回転アクセルに挑戦。結果は、フィギュアスケートの北京五輪代表選考を兼ねた全米選手権は9日、日本時間10日。男子フリーが行われ、アルトゥール・ドミトリエフが4回転アクセルに挑戦した。日本では、羽生結弦、ANA も挑戦中の大技。専門メディアが動画を公開すると、海外ファンから、これは、すごい。と、驚きの声が上がっている。世界で誰も成功したことのない大技に思い切って、チャレンジした。白と黒の衣装を着たドミトリエフは、助走をつけて4回転アクセルに挑戦。勢いよく踏み切った。しかし、回転が足りなかったようで着氷でバランスを崩した。転倒まではいかなかったが、わずかに手をついて演技を再開した。海外専門メディア、ゴールデンスケート公式ツイッターは、動画付きで4回転半トライから始めようと投稿。米ファンからは、ギリギリだね、多めに見ても、せいぜい3回転半かな、前に譲るが、回転不足なしでやってるよ、これはすごい。と注目を浴びている。結果は、回転不足を取られたジャンプ。ドミトリエフは、フリー120。61点。合計183。H 点で11位だった。2018年の GP ロシアハイフリーでも試みたが、転倒してダウングレードに、公式戦での挑戦は当時が初だった。今季から手続きを経て、米国に主戦場を移している。日本では、羽生結弦が昨年末の全日本選手権で挑戦。両足ではありながら着氷には成功し、判定はダウングレードになっていた。北京五輪での大技成功を目指している。V6 チェンの衣装が爆発してる、フィギュア全米王者のド派手な一着に、米記者注目チェンが全米選手権6連覇。フリーの衣装とは、フィギュアスケートの北京五輪代表選考を兼ねた、全米選手権は9日、日本時間10日。男子フリーが行われ、ネイサン・チェンが合計328。01点で大会6連覇を達成した。米五輪代表公式ツイッターは独創的な衣装を着た王者の画像を公開。米記者は衣装は爆発していると注目している。さすがの衣装だ。チェンは黒のパンツを履いて登場。目を引いたのは上半身だ。左脇腹のあたりから星が爆発したかのような絵が描かれている。オレンジ色が上半身全体に広がっていくデザイン。右人差し指を前に突き出し、豪快にポーズを決めている。画像を公開した米五輪代表公式ツイッターは文面にロケットマンと綴って投稿。米名物記者のジャッキー・ウォン氏はネイサン・チェンのフリー衣装は爆発しているとツイートした。すると、米ファンはそして宇宙にぶっ飛んでいく。ありえないほど悪趣味な衣装で。ありえない、スケーティング、小さい頃に、スパンコール攻撃を受けたに違いないとコメントしている。ショートプログラム、SP では、歴代大会最高の115.39点をマーク。この日は、転倒があったものの、ハイスコアで優勝を飾った。イリア・マリニンが2位。ヴィンセント・ゾーが3位。ジェイソン・ブラウンが4位。全米協会は北京五輪代表として、チェン、ゾウ、ブラウンの3人を選出したことを発表した。チェンは五輪3連覇のかかる羽生結弦、ANA との共演が期待される。